クラスターが発生したのは福島市のデイサービス施設、津久井福島黒岩でおとといまでに職員と利用者合わせて12人の感染が確認されました福島市によりますと12人は30代から90代までの男女でこのほか2次感染で家族など8人も感染が確認されたということです。 これで福島市で起きたクラスターは7例目となりました会見で小畑市長は市民に対し年末年始は正念場であり最大限の警戒をしてできる限り外出を控えるなど感染防止対策を徹底してほしいと呼びかけました